平成26年9月14日王子スタジアムで X ディビジョン3ウエスト加古川大綱スタイ愛知ゴールデンウィングスの試合が行われます。試合開始は、5時10分予定です。愛知キックオフ、コズナスリターンで試合が始まります。ショットガン、バックピストル、ダブルスロット、右タイト、リードオプション、ピッチして2番、約6ヤードゲイン、ウイング、左スロット、ウイングモーションして左トリップスへ、パス、10番から36番、キャッチアンドラン、しかしゲインなし。ダイブプレー、中央突破、約7ヤードゲイン、パス、7番スプリットエンドに通す、パス成功、ファーストダウン、右へロールアウト、左へスクランブル、 QB 7番大きくゲイン、ファーストダウン獲得、パス、7番右ロールアウト、スプリットエンドのパス成功、タッチダウン、左ロールアウト、パス10番ターゲット25、パス不成功、パス QB ロールアウト、スクリーン、キャッチ2番、パス、7番ドロップバック、ターゲット1番、パス成功、ファーストダウン獲得、持たす中央37番、しかしこれは大きくロス、フランカウイング、ウイングモーション、パス、スプリットエンドへのヒッチパス、大きくゲインしてファーストダウン、ダブルウイング、右タイト、左スロットスプリット、左リードじゃない、ロールアウト、 QB キープ、そのまま大きく外へ展開、ファーストダウン獲得、左ハーフバックへハンドオフフェイク、10番ロールアウト、しかしサック、 QB サック、バックが右へモーションしてエンプティー、パス10番から82番へのパス成功、大きくゲイン、スプリットの後ろ、パス10番、ターゲット12番、セーフ、 QB リードオプション、ピッチからゲインして約4ヤード、パス7番から1番へ、パス成功、ファーストダウン、パス7番スクランブル、大きくゲインしてファーストダウン、右スロットのワンバック、バックはピストル、左リード、QB 左に流れながらパス、成功、キャッチアンドランを一番試みる、大きくゲインしてファーストダウン、左ウイングがモーションしてテールバックへ、持たせて中央、ここでイエローフラッグ、オフサイド、ここはオフサイド、オズナスの方にオフサイドの反則、これをリクラインしタッチダウンを有効にしました。スロットはウイング気味、バック1枚、パス7番ドロップバック、左ロールアウト、
そこからスクランブル、ファーストダウン獲得、パス7番左へスクランブル、ロールアウト、そこから上がる、大きく抜ける、そのままエンドゾーンへ入りタッチダウン。スナップミス、17番リカバーし、そのまま縦へ上がる、そのまま飛び込み2ポイント成功。パス9番ドロップバック、7番へのパス成功、そのままキャッチアンドランのゲインでファーストダウン、あ失礼、ダブルスロットの4ワイド、 QB スクランブル、ロールアウトからそのままセーフティーバルブで2番へパス、キャッチアンドラン、ファーストダウン、パスドロップバック、右スプレッドへのパス、11番キャッチするがアウトオブバーンズによりパス不成功、パス10番ドロップバック、左ロールアウト、スクリーンで2番キャッチアンドランを試みるがファーストダウンには届かず、ギャンブル失敗、投手交代、パス7番ドロップバック、パス成功、キャッチアンドランによって大きくゲイン、ファーストダウン、右タイトのパワーアイ、 QB がそのままキープして左オープン、ファーストダウン、パス E ロールアウト、しかしこれを QB スタック、バック右、右リードオプションピッチ、キャリア中盤、しかしパス7番ドロップバック、スプリットエンドのパス成功、約10ヤードゲイン、キッカー17番、フィールドゴールレンジは30ヤード、キック成功、3点追加、愛知25点、パス左7番へのパス成功、キャッチアンドランはできず、パスドロップバック10番、リーク11番ターゲット、パス失敗、左リードオプションピッチオプション2番切り上がる、ファーストダウン獲得、アウトオブバウンズで時計止まります、パスドロップバック QB 右へスクランブルを試みるが QB サック、ショットガンバンチ型、左バンチ体型、プレーアクションからシャベルパスで2番に通すがゲームはサポートなし、ここで試合終了です。角川大綱ス0点、愛知25点、愛知ゴールデンウィングスの勝利です。